ありがとうございます、はい、見事な優勝でした。今のお気持ちはどうでしょうか。はい、もうかなり嬉しいのとほっとしたのと、はい、はい、だいぶ嬉しいです。はい、今日一日振り返ってどうでしょうか。かなり急で出てバンバン、もう1回戦から全試合今までないくらいよくつけて、決勝戦ちょっとブレイクがダメでしたけど、そうでしたね。でも他の内容は悪くなかったんで、はい、今回はめちゃめちゃ良かったです。決勝戦ヒヤヒヤしたのはブレイクスクラッチが4回と場外が1回かな。そうですね、もうブレイクがめちゃめちゃ目立ってましたけどスクラッチも、はい、その辺はどうでした。ブレイク動きがちょっとがっかりしました。テンション下がりました。スクラッチしてるときぴったり止まってるときに切られてスクラッチしてるんで、ありました。それが結構きて、最後の飛び出しはもう思いっきり打とうと思ったら思いっきり僕の方に飛んできましたね狙われてるのかね。エースが出てくれて良かったですね。あそこが気持ちが良かったです、はい、あそこがかなりだから中盤を追いかける展開になって逆転していって、で、はい、エースでリーチ、ちょっと気持ち的には楽になった。気持ちがそれでちょっと勝ったなと思いました、はい、ちょっとそこで意識したい。そこでもう、はい、で今回見ていると、まあブレイクがファイナルの時は結構はちゃめちゃになってましたけれども、かなりプレーは落ち着いて、はい、的確にミスが非常に少なかったと思うんですけど、その辺はどうでしょう。前者良かったんで、もうイメージが結構頭の中でできてて、はい、ストロークとかもみんなよく、はい、リズムもよくいけたんで、そうでしたね、決勝戦も楽しんだって感じです、はい、ブレイクスクラッチ以外は、はい、先週大井プロが、同期の大井プロが先に、はい、大きい大会で優勝しました、はい、そのことはちょっと頭にありましたか今日。いや、もうそのことが頭にあったから多分今回優勝できたと思います。あー、なるほど。じゃあ大井プロには間接的に俺を言わなきゃいけない。そうですねでも、うん、はい、その大井プロを直接破った試合は非常にいいペースで、もうマス割りがバンバン、今までで一番いいゲームの中の一つだと思います。はい、私も国内で土方プロの試合を見て一番良かったなと思いました、はい、一番倒したいっていうのもなんですけど、あ、やっぱりちょっとね、ちゃんと本当にしっかり集中して、うん、やらないといけない。勝とうと思った試合に勝てたのが一番良かったです。うん、分かりました。話によると昨日も結構いい感じでバチバチだったと聞いてますけど。そうですね。昨日、はい、昨日も全試合結構よくつけてて、うん、はい、はい。まあ最後にキューズとしては、はい、もう4年前、5年、5年ぐらい前ですね、はい、から虎の穴というところ、はい、一緒に取材させてもらいましたけど、はい、ようやくキューズとしても非常に誇らしい結果になったと思います、はい、ありがとうございます、はい、これを見ているファンの方に今後どんな、はい、活躍をできるかしていきたいか。これからここだけに収まらずいっぱい優勝したいと思うので応援よろしくお願いします。はい、わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。